あなたがゴキです。二段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、地下鉄美車よろしくお願いします。やっていきましょう。 いや、ちょっとパンツ脱ぎたい。お久しぶりにパンツが脱ぎたい。ちょっとね、パンツを脱いでないとパンツが脱げなくなっちゃうんで振り飛車穴熊、パンツを脱ぐ練習もしとかないといけない。たまにはこれはいける。よし、パンツを脱ぐ。よーし、久しぶりっす。これなんだ、歩をついとく。あの銀どうするんだろう、あの銀どうするんですかね。歩をつく。それだったらここがきつそうですけどね。うん、次の4四歩が激痛な気がするけど、どうでしょうか。5五歩とかは同銀でいいし、それの手はまあ取って、で桂馬飛んで2分30秒なってからの、もう一回歩が打てますね。で金もらった後に今度4三歩成がきついんじゃないかっていう、これきついんじゃないか。角交換できたらさらに駒がもらえるんで、攻めがどんどん加速していく。素晴らしいな、とてもいい感じです。これもう交換を挑んでもいいですね。交換挑みましょう。手持ちを増やせば増やすほど相手の玉は助からなくなってくると思うので、これなんだ、角打ちってことか。なるほどちょっとミスったのか。ちょっとここに行くわ。で4四角みたいな手がちょっと痛そう。飛車が縦に逃げると詰みですね。なんで横に逃げるしかないか、まあ放置して他の手を刺すかみたいな感じですね。ああ、だったら桂馬で銀もらっといて、今度3一銀打ちが結構きつそうですね。なんでまた受けないといけないですね、お相手は。さあ、どうやって受けるかですけども、受けないと2分、金打ちの方がいい気がするな。そうですね、はい、ありがとうございました。初段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、一角左身の9000よろしくお願いします。パンツ脱ごうかなパンツ脱ごうかな。四間飛車、四間飛車、まあ、とりあえずは穴熊に組んで、振り飛車穴熊、相手も来そうっすね、アナグマ。パンツを脱ぐ。さあ、来いよ。どうするんだ？ああ、銀出てくるやつね。銀出てくるやつね。殿下の音3五歩を入れておきましょう。マジか、無視か。これはこっち取ろう。引いといて、やばいかもしれないやばいのかもしれない。ただ飛車転換して玉頭殺到でどうですかね。玉頭殺到でいかがかな。2分30秒、取って取って、桂馬打っといて、
で、まあ何かで守ってくるんですが、何で守ってくるんだろう。玉寄り？それは、桂馬なって、いいんじゃないかな。なんかあるかな。なんかありそうだな。銀打ちとかあります？銀打ちとかありますかね。ちょっとやってみたい。やってみたかった。あー、微妙だったかな。微妙だったか。やってみたいが勝ってしまったな。ちょっと微妙だったかもしれん。いやー、1分30秒。ちょっと微妙でしたね。取るか。取って角打って、角打って、で多分玉出るしかなくって、歩をついて、で角を守りに行くみたいな。で角で連結できてますよみたいな、そんな感じ。そんな感じでいかが。おっと、こっちに来るんか。それはどうなん。角引きとかで、入って詰みじゃないかな。これで、おっしゃ、ありがとうございました。素晴らしい勝負でした。よし、決まった。初段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。対フリ持久戦、パックマン来い。来ねえ、来ねえよもう。パックマン誰もやってくれねえ。パックマンに付き合ってほしい。動画にできないからパックマンに付き合ってほしい。ということでパンツ脱ぎます。振り飛車穴熊、パンツを脱ぐ。これ銀上がって角引きに対して飛車を転換するな感じで、歩をついていきましょう。これ歩をついたらなんかあるんか。ピョンピョン、両取りですね。おお、なるほど。それはね、一回こっちついとく。取ろう。ちょっと怖いですね。2分30秒。取ってみよう。一回受ける。で、桂馬とがめられるんかな。どうしようかな。角道はとりあえず通しとくか。で、銀出てみようかな。銀出るじゃ遅いかな。次5五銀なんですけど。遅いかな。遅い気がしてきた。あ、守られる。ちょっと飛車転換する準備をします。とにかく、4、6馬をどうにか違うところに移動させたいですね。じゃないと2、6歩みたいな手があるんで、それがまずい。ちょっと早めに移動しないといけない。あ、移動してくれる、勝手に。勝手に移動してくれた。一回は。これはどうするんだ。こんな手ある。こんな手ある。
4六狙いつつも5五を狙ってるみたいな、そんな銀。どうかな、ちょっと微妙かな。まあ取れば5五銀ですね。これはこっちに戻ってここ取っていって、角交換は全然 OK ですね。飛車の働きを見れば角交換はこっちが有利な気がする。あー、なるほどまあ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 、まあ、これこっから打っといて、角打ってきたらこっちになりましょう。これは両取りがあるんで大丈夫ですね。あー、ありがとうございました。この調子でどんどんいかんね。ちょっと危なかったですね今の。はい、ありがとうございました。